じさん、こっちだよ。お母さん、手紙でね、自分のお店がモテることすごく喜んでた。きっとここのテーブルとか食器とか全部お母さんが選んだんだと思う。そうだな、きっと高級品なんだろうが、派手すぎず落ち着いて過ごせるように気配りが行き届いている。おじさんもここでゆっくりできるといいね。それはさすがに無理だな、金が足りねえよ。大丈夫だよ、だって由美お姉ちゃんのお友達なんでしょ。お母さんもきっとサービスしてくれるよ。それはそれで気が引けるだろうな。はるか、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。由美もそう言っていたのか。うん、ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った、私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。由美だ。お前が追ってる由美が星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか。お前らも由美と瑞希を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ、我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた随分気が早えな。はあ、俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。Yeah!
甘い。おら、せいかな。わからない。今はまだな。